Thank you.
車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。Yeah.
Yeah.
車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。
マジか。成果尻尾も生えとるような。このコンテナに防衛軍の。お待たせしました。これでそのコンテナを開けることができます。これで全部揃ったのね。でかしたぞ。まずはわしらの手でシェルプールを組み立てることができるかどうか確かめてみにゃならん。設計図がないからの。とりあえず設計図ではありませんが、技術者たち。何？見せてみろ。これだけの材料があれば、私にも少し。お前が手伝ってくる。そういうことなら、とりあえず当てにしてるわよ、ジンちゃん。ご苦労様でした。シェルブールが完成するまでゆっくり休んでちょうだい。おかげさまで完成しました。私のメモリ内に記録されていたアイアンタウンが滅ぼされた時に、はるか西のある地点から飛来していたよ。敵の飛行アルゴリズムが常に敵の武器庫は地図に座標データを置く。どんな場所かはっきりするまではあまり無理をせず。了解。そのあたりを調べ十分に気をいい武器が見つかるといいですね。カタストロプスを倒すのに役立つような。
やったよっしゃ。老眼のせいか尻尾も生えとるよ。これは危機は尻尾も生えとるよな。防衛軍のデータベースをサージが原因と推測される瑕疵を検出しました。正常に作動するよう改変中。完了。彼女いこの装置は当時すでに希少な存在になっ。なんでそんな機械の中に。あんた誰。あたいはイチカ。これでも遊歌舞伎の看板女優だったんだよ。で、どうなったの？勝ったんだよね、防衛。歌舞伎座にもノアの軍団が攻めてくるって。防衛軍の兵隊。まさかこの子。マジか。んじゃ確かデータベースの中にユートキオ防衛軍は敗北しました。ユートキオが壊滅したのは今から50年以上も前。嘘でしょ。ひどく混乱しているようですね。彼女を連れて一旦アイアンベースに帰還してください。人類の文明を壊滅させ、その間東京の地下では密かにユートキオが建設され、東京反攻が開始されたのは大破壊のその頃。銀座隧道に地底劇場が完成して好評を、それが歌舞伎座で、遊歌役者は圧倒的に不足しており、お世辞にも歌舞伎と呼べ。とするとあの子が本当に心拍や発汗などバイタルは安定しています。
真実を語って、あやつがあの装置の中であの立派な尻尾についてはどう説明する。車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。やっぱ食べ物も最高だし、あたいも今日からあんたたちの中、人間って意外とチョロくない？食べ物も最高だし、この場所が気に入っちゃった。死ぬ気なの？だったら私、カタストロプスを倒さないか、もしカタストロプスを倒、ここにいて全員死ぬよりはあなただけでも逃げる方が、直近お願いします。面白い存在にわざとそう振る舞って何かを隠そうとしてるような。あら、昔の名手を見つけてきて、いらっしゃいませ。どんな飲み物をご所望かしら？味わい深いハイグレードでプレミアムな敵、人類ってゴキブリ並みにしぶといでしょ。その戦いは10年にも及んだ。デストキオ、そしてこのアイアンベースは、ノアの軍団と戦う防衛軍は最先端技でもって、このアイアンベースも超危険な、少しで、どうする？もう一杯いっちゃう？アイアンベースは防衛軍が大破壊発生直後に建設した最新型の原子炉を動力、機関システムはAI とロボットが管理し、大破壊の戦況が急激に悪化すると、急激な砂漠化が進行したせいで、海底基地だったはずのアイアンベースは地上に姿を現すことに、大雑把に言えばそういうこと。それがここにこんなものが立ってる理由なの。おお、新しいレコードを持ってるようじゃな。せっかくじゃ、わしが聞けるようにしてやる。あの化け奴をぶっ倒して帰ってこい。どうせてめえに救われた命だ。頭を下げて頼むなら一緒に死んでやってもいいぜ。彼女が本当に大迫、君といると面白、君を抱きしめてキスしたいくらいだよ。